よ。どうね、寄ってかんね。うん、猫岩。そやな、行こう行こう。お帰りなさい、堂島会長。ああ、それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだ。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。郷に入らば郷に従え、福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど、度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで登場会の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討をさせていただきます。後日改めてお返事を。ええ、物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、
それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに？せっかく福岡まで来たんだ。少しは一人で息抜きがしたい。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由が分かる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ、残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが、実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私、東京でとある会社を経営してまして、従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さが一時倒産の危機もあったんですが、今では堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。うちの会社とその関西の会社は
長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持って我々は業務提携という形で和解し、共にこの厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。だが実は今、そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていましてね。このままでは両者食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。原因は先方の社長の病気にあります。余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。その社長さん、大変理解のある方でしてね。私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし、当然次の社長が選ばれることになるわけですが、その候補というのがこちらにとって少々厄介な方々で、候補は3人。腕一本でのし上がった副社長に、大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵子の取締役。タイプは違えど、皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのは、こちらの存在をよく思ってない、つまり好戦的な方だということです。そんな方たちが次の社長に就任したら、これまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方と手を結ぼうと思いましてね。いわゆる M&A 九州合併というやつです。万一の事態に備え、少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう。うまく話がまとまってるといいんですが。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが。お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか。いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯、茨の道を歩いてるつもりなんですよ。四代目。
参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気ばようなるとかね。たまんきよったと思っとったらワンメーターとか。勘弁してほしかよ。はい、かけそばお待ち。コンテの番組よか見るね。ああ最近多かね。うち娘もよか見とうよ。これあれやろ、プリンセスリーグとか言いよ。デビュー前女の子ば集めて競わせとう番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、バッテンあげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。どうも。売り上げです。ああ鈴木さん、お疲れ様。おう、お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。どうも、ももです。なんねえ、そげん可愛くなかやん。ナンバーワンって言うたやろもん。つれんこと言わんでよ。こげんでもうち結構締めあるっちゃけんね。どうも、まゆみです。さすがナンバーワン、すごかね。そんなことないですよ、私も年なんで。ナンバー言いよっとね。鈴木さん、よかおなごやんね。ええ、まあ。
登場会がどげなもんちゅうとよ。気分悪かばい。おら新しかボトルば持ってこんか。なんやせからしか客やねえ。誰ねあれ。ああうち店のケツ持ち。ケツ持ちって本職の連中。うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来とったね。ケツ持ちやったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か道場会とかいう組織の人たちが長すに来とってね。その人たちが店に来られんよ。上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあもう給料日に混んでもよかろうもん。なあ鈴木さん。ええまあ。やけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払ってほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同情会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出したらよかっただけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰好きや。どうせそげんもん顔しとって同情会連中が威張り腐りよるだけやろが。本気は何もかっと連中まったくばい。それに向こうの会長堂島大吾とか言うとったが、まだ36らしか。 36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。やったら俺らそげんボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。ああくそ、んなことやっとらんぜ。コロか、聞き聞かんな。おいボトルまだや。早く新しくやつは持ってこんか。はい、ただいま。お客様、お待たせいたしました。遅いったやつさん。失礼いたしました。お客さん。頭んきた。俺が追い出しちゃ。社長。よかってよかって、俺に任せとって。おいおいおい、おいこら、やかましかって。こげん店で飲むときゃ、保管客のことも考えよ。こん酔っ払いが、なんば俺たちに文句も垂れとったや。あ？下っ端がこうも安易に堅気に手をかけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか貴さん、誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、いつでもかかってこい。なんわけわからんことざぎようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらうけんな。死にさらせこら。ご迷惑をおかけしました。いえ、こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお灸が据えられてよかったと思います。多分もう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。そうですか。ん？ あれ？あの連中は？何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。え？こんなこと。それじゃあこれで。
これでも俺なりに精一杯、茨の道を歩いてるつもりなんですよ。四代目。ただいま。もうお湯沸かしっぱなしだよ。ただいま。ああ、おかえり。おはよう。すぐできるから待ってて。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって私が来た方が嬉しいでしょ。何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何の用だ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東城会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで
俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方？ええ、実は昨晩、会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東城会の4代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方、何かご存知ではないですか？俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか？見捨てる？そうです。東城会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪の場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか？そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか？愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛蔵、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。愛蔵、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまでしら切り通すんだよ。愛蔵、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ。
兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと？あなたが東城会の4代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですが、あくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか？間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。四代目、俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。
本当に出ていくんだね。ああ。どうして？私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生、次の年には太一や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょう。パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょう。ごめん、おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。大地がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？大地だけじゃない、彩子も浩二も。最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを？ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功しまたこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん。おい、まゆみ、勝手に出るな。俺が出るから。どうした？助けてもらえませんか？いや、鈴木さん。お前ら、どうしてここに？事情は後で説明します。それより兄貴、森永の兄貴の治療をさせてもらえませんか？すいません、鈴木さんには迷惑かけるなってこいつに言ったんですが。兄貴、しっかりしてください。兄貴、
東商会。あ、お帰りなさい。ああ、真由美。悪いんだが、今日は家に戻ってもらえるか。でも、こいつら俺の昔の友人の知り合いなんだ。ちょっと男同士積もる話もあるんでな。頼む。分かった。お世話になりました、四代目。役に立てなくて悪かったな。いえ、四代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です。気をつけろよ。はい、それじゃ。あ、そうだ、桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが。なんだ。あの女性、真由美さんでしたっけ。あの女には、お気づきでしたか。それじゃ。流すタクシーの鈴木さんですよね。あんたは。こういうもんです。大阪府警。いや、私極道関係の事件を追ってましてね。昨日から東城会の堂島会長がここ福岡で行方不明になったって話じゃないですか。そうらしいな。あなた、なんか行き先について知ってるんじゃないですか。堂島が行方不明になる直前、あなたのタクシーに乗っていたという目撃証言もあるんですよ。知らないな。大名橋で降ろした人ですよ。ああ、あの客か。なんてことはない、普通に降ろしただけだ。そこから先のことは俺には関係ない。関係ねえってことはねえだろ。てめえの古巣だろうが。よう、桐生さんよ。あんまし警察なめてんじゃねえぞな。どういうつもりで福岡まで来たかは知らねえが、てめえの所在ぐらいちゃんと掴んでんだよ。そういうあんたこそ、府警の刑事がどうして福岡にいるんだ。今この中洲街にな、近江の若頭の渡瀬が来てるんだよ。何？近江の若頭がどうして福岡に。近江の七代目が危篤だって話、お前知ってるか。話には聞いてる。近江の七代目が死ねば東城会との五分杯がなくなる。そうなりゃ下手すりゃ戦争だ。だから東城会の連中は焦って各地に飛んで回っている。福岡には堂島自らが話をつけにやってきたわけだが、渡瀬はそれを阻止しにやってきたわけだ。阻止ってことは、
オウミが登場会より先に杯を交わすということか。さあな、別に奴らにとっちゃ登場会と山笠組が手さえ結ばなきゃいいだけの話。自分たちの言うこと聞かなきゃ山笠組を潰すぐらいの腹積もりかもしれねえ。そんなわけで今この中洲街は日本の裏社会において最も危険で最も重要で最も注目される場所になりつつある。当然登場会の奴らも近江の渡瀬が福岡入りしたことは知ってるはずだ。そうだったのか。まさか大吾を拉致したのは、うん、近江の人間。そう考えるのが自然だな。堂島大吾が掲載すりゃ杯交渉は進まない。もし登場会が会長代行を立てたとしても堂島大吾の身柄さえありゃどうにでも話を運べるだろうからな。で、あんたはそんな話をしに俺に会いに来たというのか。まあそう焦るな。いいか、本題はこっからだ。登場会に堂島の警護を任されたチンピラ二人組がいたろ。確か森永と相沢って言ったか。あいつらがどうした。あの二人の動きをあんたに止めてほしいと思ってる。なんだと。堂島大吾が渡瀬組に拉致されたとありゃあの二人が勝ち込むのは目に見えている。そうなりゃそれを口実に近江連合は登場会に無効証明切って戦争を仕掛けてくるだろうよ。大戦争が始まるってわけか。だからあんたには奴らよりも先に渡瀬んとこ行って話を丸く収めてもらいたい。どうして俺なんだ。俺はもう登場会の大門もなければ極道でもない。だからだ、その方が都合いいんだ。今回の一件間に入るとすりゃ裏事情に精通していて裏社会に顔が利くどの組織にも属していない人間しかいない。つまりあんたが一番の適任者だってわけだ。それにあんたえれえ強えって話だしな。警察が動けばいいだろう。バカ、近江の大幹部を逮捕するなんてことになってみろ、それこそどんな事態になるか分かったもんじゃねえ。ここは何事もなく穏便に済ませるのが一番なんだよ。あんたの狙いは何なんだ。大阪府警が本庁を出し抜いて今回の事件を収めたらこれ以上あちらにヘイコラしなくて済む。あんたも知ってるだろ、以前府警の女デカとどこぞの極道が仲良くなっちまったおかげで府警四課は表立って動けなくなったんだよ。この一件で府警が対極道の要だということをアピールする必要があるんだ。なるほど、理由はどうあれ利害関係は一致しているということか。でどうするよ、やってくれんのかい。私は今どこにいるんだ。クラブで組の幹部連中と楽しく飲んでるはずだ。確かオリビエって店だったかな。オリビエってあの知ってるのか、うん、ならなおさら都合がいい。今回の一件であんたがいくら暴れてもあんたが苦労して掴んだ仇の仕事は奪わない。当てにしてるぜ。じゃあな。くー、酒チーと飲んだだけで腹壊すさ。人間終わりやな。ほな飲み直そうか。親父、なんやタクシーのうんちゃんがようあるみたいですわ。はあ、まだ迎えのタクシーなんか呼んでへんで。何やおぬかしとんねん。
それが普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ、ほう、こらけったいな運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔を拝んどき。これがあの伝説の男、元東城会四代目会長、桐生一馬はんや。おう、コラ君、自己紹介遅れました。わし、七代目近江連合で若頭させてもろてます。直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。お前が渡瀬。いやいや、しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってまへんでした。どういう意味だ。どうて、備えなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは桐生藩あんたに会うためです。何バカなこと言ってんだ。早いとこ大吾の居場所を教えろ。はあ、居場所って。そないなんは登場会の人間捕まえて聞いたらよろしいがな。とぼけるな。お前らが大吾のことを拉致したんだろう。登場会と山笠組の杯を壊すために。登場会の六代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか。ちっ、とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びできたんじゃねえんだ。なるほどなるほど、だんだん話読めてきましたわ。キルハン、ほんでここへ来はったっちゅうわけですか。あんた、わしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますせ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい、早くかかってこい。まずは腕試しや。堂島の竜がなんぼのもんか試させてもらいますぜ。おっしゃ、踊れ、遠慮いらん。殺す気で言ったれ。Come on!
さすがや。そこそこの腕利き連れてきたつもりがこないあっさりやられてまうとは。まだ腕は落ちてへんようですな。さあ本当のとこ話してもらおうか。何の話でしたっけ。ふざけるな。大吾の居場所だ。お前も極道なら潔く口を割ったらどうだ。怖いな。そない怒らんでもええですやん。時間はたっぷりあるんですし。うん、これや、これにしようか。おう、ちょ兄ちゃん、この一番高い酒持ってきて。さあ、キルさんもこちらに酒の一杯くらいおごらせてください。どないしました。さあお座りください。お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか。おう、これはほんまに一番高い酒なんか。はい、そうですが。ええから早よかせ。こうして憧れのキルハンと飲めるんや。せめてこんくらいの酒やないとわしの顔潰れてまいますさかい。さ、キリュウハンもどうぞ。ずいぶんなご挨拶でんな。俺は一人飲みが専門でな。あいにく他人と飲む酒は嫌いなんだ。そうでっか。そらちょっと聞いてた話とちゃいますな。何の話だ。3日前でっか。あんたこの店で自分とこの社長さんと楽しい酒飲んどったらしいじゃないですか。うん。せやからこの店やったら一緒に飲んでくれはると思ってたんやけどな。がっかりですわ。ちょっと待て。お前どこでその話を。わしの大門違いの兄弟分、東城会本部長、会長秘書の青山実からですわ。青山だと。青山は堂島会長の秘書です。つまり堂島会長が知っとることは青山も知っとる。当然あんたがこの町におることも青山は知っとったっちゅうことになります。あんたは最初から青山に目つけられとったんですわ。変な動き専用にね。これで少しはこっちの話聞きとうなったんちゃいます。さあお座りください。どないしたんですか。まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キルハン。話は分かった。つまり俺を東城会に戻すためにお前が大吾をさらったということか。話は分かったって全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいが、そないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら東城会は内部崩壊するだけや。死にたいの敵と戦うて何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。金勘定ばかりしくさっとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうで薬剤になったんや。せやから東城会には強くなってもらわなあかんねや。今堂島大吾が死んだらわし以外の大海のやつでも潰すことができてまう。そないな東城会わしは困んねや。
お前。わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや、キリュウハン。ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。登場会に戻ってください。そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました？もうお帰りですか？勘違いするな。ん？俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか？同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。静かだな。組長室周りを固めているのかもしれませんね。これは好都合だ。組長室は上の階か。とりあえず最上階を目指すとするか。ん？見張りか。仲間を呼ばれると厄介だな。今面倒は避けたいですね。何か策は？ん？あの扉から入ったら見張りの裏に出られるかもしれませんね。なるほどな。行ってみるか。貴様だ。どっから入ってきたとや。結局こうなるか。やるしかないようですね。早急に片付けましょう。
急ぐぞ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。何をしてるんだお前、早く銃を下ろせ。答えてください、大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。俺は会長代行、仮にも東条会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。回答次第では。兄貴、これは空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩木に弾当てたりしたら、お上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。青山組長。お疲れ。兄貴森永。青山、貴様。もっと四代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題、東条会のしつけの一つですから。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。なんだと。こいつらがまだらぬ組長。何やと。親父、おい救急車や。早く親父を病院に運ばんか。貴さん、何もんで。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけ。死に去らせ、ボケが。ボテクリこかして。
倒せねえ。せえ、あれ、やれ。こんなもんじゃ。Thank you.
葉わきまえんか。さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何をする気だ？感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。青山、貴様！真由美、どうしたんだお前。半年も一緒にいてこういうこともなかったんだし、いいじゃない、たまには。
誰に雇われたんだ。おととい、俺が中島社長と一緒にお前の店で飲んでいたこと、登場会のある男が知っていた。あの日店には山笠組系の男たち2人、それにキャストの女、店のボーイが数名いた。だが俺の素性を知る人間はあそこにはいない。お前なんだろう。俺の情報を登場会に流していたのは。待って、今から会ってほしい人がいます。桐生一馬さん。お連れしました。あんたは山笠組のまだらめ。堂島会長は拉致されたのではない、自ら行方をくらましたのです。福岡から脱出するために。どうしてそんなことを。自らの命が狙われている以上、他に策がなかったのでしょう。私との面会直後、行方をくらませれば山笠組の仕業だと誰もが思う。その隙に堂島会長は福岡を抜け出したんです。じゃあ大吾は東京に。いえ、東京に戻る前に確かめなければならないことがあるとおっしゃってました。そのためにしばらくの間姿を消すと。確かめなければならないこと、裏切り者のことか。あの日の様子からして、青山という男が怪しいということは堂島会長も感じていたはずです。ということは、つまり真の裏切り者は別にいると。あ、大丈夫ですか。ああ、桐生さん、あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を登場会に流していたのは他でもない私です。あんたが。堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと。大吾が。堂島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようです。あなたが素性を隠していることも知っていた。だから会長は、あなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにと、わざわざ福岡まで私を訪ね、頭を下げたのです。そんなことが。関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げる、これがどれほどのことか、あなたならわかるはずだ。以来、私は堂島会長と通じ、真由美から得た情報を会長に報告していたのです。真由美とあんたの関係は。親子です。真由美は私の実の娘です。あんたの娘。桐生さんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事項。心から信頼のおける人間にしか教えられません。だから
私は実の娘である真由美にあなたを守るという役を託したのです。だがもし最初から桐生一馬という男がどういう人間なのか知っていたら自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうな。どうしてだ。あなたに惚れてしまうからです。私も人の親、実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかった。桐生さん、これを。これは山笠組の解散宣言です。これをあなたの手で警察に出していただけませんか。なぜ解散を。育ちすぎた子供たちをこれ以上小さな城で養うには無理がある。山笠組は本来小さな家です。だが私は子供たちを受け入れすぎた。東条会という巨大な組織と一触即発の状態になってしまった今、私にできることは可愛い子供たちが生きていけるようにすることだけだ。マダラメさん、解散すればもう我々は極道じゃない。島を明け渡せば東条会や近江から命を狙われることもないはずだ。これが最良の選択なんです。身を引く覚悟があんなら直接あんたの口から子分に説明してやるのが義理なんじゃないのか。九州の男ってのは頭に血が昇ったら最後、この状況で東条会と喧嘩するなと言っても素直に言うことを聞くような子供たちじゃない。ならいっそ法の力で収めてもらうのが一番の策。解散すれば組は実質警察の管理下になる。東条会や近江も迂闊に手出しはできません。でもどうして俺が。本来なら私が納得いくよう組員たちに説明すべきだ。だが今はこの体、東条会との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならない。それにあなたが解散の届け出を出したと知れば、あの八幡も納得するんじゃないかと思いましてな。あの男が。昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算はできない男ですが、一度拳を交わした男がどういう人間なのか、そういうのはちゃんとわかる男です。まあ不幸中の幸いとでも言うんですかな。こうなる前に八幡とあなたが戦ってくれていてよかった。勝手なお願いをしているということは分かっています。ですがこの老いぼれの願い、どうか叶えてやってもらえませんでしょうか。桐生さん、私があなたを騙していたことは一生かけても償います。ですからどうか父の頼み引き受けてもらえませんか。真由美、俺はお前が思っているほどできた人間じゃない。え？俺もお前の親父も
あの青山ってのも根っこは同じ。所詮は極道だ。だが極道は極道でも、皆同じってわけじゃない。俺はできた人間じゃないが、男の頼みを聞けないほど腐っちゃいない。桐生さん。これは俺が預からせてもらう。ですが、腐れに育てられたガキの世話は嫌いじゃない。本気で俺に任せるというなら、何も聞かずに預けてくれ。桐生さん。結局俺は一人じゃなかった。一人になることなんかできなかった。理由はどうあれ、弱り切っていた俺のそばにこんないい女を置いてくれたこと感謝している。絶対に青山の好きにはさせない。それだけは約束する。それじゃ。すまんかったわい、真由美。今すぐあの男ば追いかけてもよかとばい。お前が狙撃したかとやったら、私は全てを受け入れるつもりやけん。真由美。それ以上言わないで。どうにかなっちゃいそうだから。お願い。お父さん。
まで終わりにしてやるか。
む、貴様、昨日の。やめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ、言うとろうが、ボケが。なんか用があるとや。これは？マダラメから預かった。山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど。親父が考えそうなことや。マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き、俺に預けた。は、そうね。どうした？破り捨てないのか？俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん、山笠組がどげんなろうがそげんことはどうでもよか。親父の敵ば撃つ、今の俺らにはそれしかなか。敵なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとは、あの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の切り場通すだけばい。そうか。あんた、何ましょっとや？山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やって？長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ、他の組が島争いでもしようもんなら、それこそ商売上がったりだ。商売って？お前、こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ？なんばわけんわからん言葉言いようとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ？どういうことや。一発だ。一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。あれ！
会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと？生きてたのかあの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、東城会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと？どういうことだ？やけん戦争ばしちゃって言うとって。貴様らに近っぽ親父の怒り返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多のふ頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。東城会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。どこや？おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、大工が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは？この喧嘩俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は長須タクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、東城会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、
協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん。渡せ。何を勝手に。七代目近江連合若頭渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始めや。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。
喧嘩はここまでだ。兄弟、何をしてるんだお前。こないな場面で茶が弾かれたら立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。キリュウを倒したいと言っていたのはお前の方だぞ兄弟。わしはお前の兵隊。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。貴様、情けのある男だって。誰に聞いた？それは誰に聞いたかって聞いてんだ。東上界の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。
こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大工。お前は森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだお前。最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に撃たれた傷は、あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。まだらめ組長同様、万一のための装備はできていました。鼻から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答える森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前。犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永。貴様。来るなって言っただろうが。来るな来るな。あかん。今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ桐生さん。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。
またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ、何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろう。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝、渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて、青山の遺体に線香をあげてったそうだ。ったく、自分は青山に利用されたっつうのに、おめでたいやつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだが、おかしな話だな。俺にとって奴は一番厄介な存在のはずなのに。ほんとおかしなもんだ。奴とそんなに仲がいいのか。バカ言え。長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃、腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。行くのかお前。今朝、犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には東城会の大門がついていたそうだ。お前、本当にこのままでいいのか。この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東城会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外、あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。分かった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。じゃあ、繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東城会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織東城会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を
重く見た同警察は警視庁と連携し、事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん、すまない、はるか。